どうも、柴田です。今日はビックリマンコラボ地獄級、実はこのダンジョンノーコンでクリア済みなんですが、そのクリアした時に動画を撮ってなくて、皆さんにねもうこのダンジョンをクリアできるっていうところをお見せするために再挑戦します。はい、でメンバーはこのいつもの漁夫アカソニアパーティー、全員ねスキル、覚醒スキル溜まってますということでね、いつもの実力を出せればノーコンでクリアできると思うんで、皆さん見ててください。挑戦。よし、開幕から全然黒ドロップと赤ドロップがないな。ちょっとスキル貯めよっか。すぐ貯まるんだけどね、みんなスキルブーストついてるからすぐスキル貯まるんだけど、ちょっと貯めようか。おや、これ殺しちゃうぞ。はい、やべ、こいつ硬いんだよ、右のやつ。だからちょっと一回パリンさせます。やべ、あんまコンボいかなかったな。回復しも入れて、バインド来ちゃった、バインド来ちゃったよ。回復しとくか。白をまだここで使うことはないでしょう。回復しつつ戦います。やべえな、これ間に合わないやつだな。ハクかソニアかどっちか使わなきゃダメだね。いやでも次闘魂中に会ったら死ぬぞ。ないことを祈ろう。ソニアでいきます。いきます。うわー、ついてね。まあでも2人いくだろう、2人いくでしょこれは。これもまたとりあえず回復させとくか。まあ、この攻撃では死なないけど、あ、オッケー、いいよ、いい感じ。一発ぐらい食らってもいいか。
入れといて黒消してこれで死ぬでしょ。 OK 死にました。非常にいい感じ。統合中に入るけれどもパリンいけるな。赤でパリン刺しとくか。あんまコンボいかなかったね。迷うな、どうしよう。これちょっとまずいんじゃない？これちょっとまずいんじゃない？これ。これまずいね。2回回復入れて、でも次が、これステージいくつだっけ？ 4 か。次は中ボスだから、次は先制攻撃ないはず。先制攻撃ないんだったら、白で殺すか。白で殺そう。よし、パリンできるぞ。幸いな。死ぬかな。やばい、足んないかもしんない。足んない、足んない。あー、しくったー。あー、大失敗だー。大失敗だよ。最悪だ。あー、くそ、こんな雑魚的に。で、こいつなんだけども、あー、どうしよっかな。いっか、スキル使わずに一回攻撃しとこう。うわ、最悪。どうしよっかな、まあ知らないっしょ。これで倒そう。これ倒そう、倒しきろう。2、3、4、倒して、倒しきれ。いったでしょ、いったでしょ、倒しきれ。はい、来ました。はい、いった。はい、ということで、行きたいと思います。パンパン。はい、両方のスキルを使って。あっ、俺今間違ったよね。今大丈夫か。危ない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 。ということで、まさかの俺のボンミスでワンコン。これね、本当だったら余裕なんすよ。ノーコン、ノーコン余裕なんだけども、くっそー、やっちまったー。悔しい、くっそー。はい、まあ、スーパーゼウスヘッドロコッコあたりも別に出てもまあ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 嬉しいけれども、まあ、言うほど使わないからね。ということで、一応狙いは山本 P ということで、
回したいと思います。いきます。おお、派手だね。いきます。ポン。おお、銀か。うわー、まあでも悪魔だからね、悪魔だから俺のパーティーに入らなくもないっていうことで、まあいいでしょう。ということで、シバーターのパズドラビックリマンコラボでした。どうも、シバーターです。この度高収入求人情報誌ドカントに僕のインタビューが載りました。 YouTube で成功するために必要なことを語ってたり、あとは僕が配信中に死体を見つけたとっておきのエピソードなどが書いてあります。皆さんもぜひこの機会にドカントを読んでみてください。ということで、柴田インフォメーションでした。